のかかと岩木曜日雄太にとってうれしい日だなぜって月水金はそろばん川は習字銅はスイミング空いてる日は木曜日と日曜日しかないのだ5時間目の終わりのチャイムがやっと鳴った雄太の頭の中は 今日はどこへ遊びに行こうかということでいっぱいで帰りの会の先生の話なんて全く耳に入っていない家に帰るなりランドセルを玄関に放って外へ出たけれど暇そうにブラブラしているやつなんていないそうだ不明のところへ行ってみようあいつは一週間全部暇なはずだ ふみおの家はこの坂を上がったところのマンションの3階だ。ピンポーン。ふみおはやっぱりいた。何して遊ぶのこのマンションの裏はどうなっているんだい崖になっていて危ないから、母さんから言ってはいけないと言われているんだけどな。面白そうだな。行ってみようぜ。こう言うと、 ゆうたはもう駆け出していた文雄はータの後をしぶしぶ追ったいやあ高い矢田わがあんな下の方に見えるぞやっぱり帰ろうよお、はいそこの木からツルが垂れてるぞひょっとしてこの崖を降りるっていうんじゃないの決まってるじゃないさあ行くぞ そのつるは二人の体重を支えるのには細すぎたブツンやたがえ向かって二人は落ちていったおいここはどこだ僕もう死んだと思ったよ二人はホら穴の中にいた中は薄暗く 空気がひんやりとしている周りの様子を見ようとすると「坊主何しに来た?」。長く突き出た花赤い顔手には八つ手の歯のようなうち背中には2枚の大きな翼派手なちゃんちゃんこを着て一枚刃の下駄を履いている男が後ろに立っている。 二人は声も出ない今にもおしっこを漏らしそうな2人を見て少し口元を緩めながら男は話を始めた「せっかくのお客さんだ」「まあ俺の話でも聞いてくれ」「俺はこの白山に住む天狗様だ」「さなぎ山へ飛び立った時あんまり強く蹴ったので俺のかかとの跡がほら のううん聞いたことがあるやっと不明が口を開いた天狗はうなずいて昔はなこの辺りの人間は俺がこの山に住んでいることを知っていて誰もここには入ってこなんだそういえば雨の降る夜はこの山が青白く光っていたって おじいちゃんがが話してくれたことがあるフミオは元気になってきたおおよく知っているなそれは雨の降る夜は寒いもんでおれが火を焚いていたんだそんなことをして火事にならないのははは天狗のおれさまが自分のセみかを燃やすわけがないしかし青白く光る山を見て人間たちは恐れたもんだ おかげでこの山はずっと昔のまんまだった天狗の声は少し小さくなったところがすぐ下に見えていた神五郎松が切られてな心配しとったらこの山の上に四角い大きなものができてそれ今僕が住んでるマンションだ空を飛べるのは俺様だけだと思っていたら うるさい音を立てて大きなトンボみたいなやつが飛んでおるし危なっかしくて空を飛ぶこともできん飛行機のことかなそしてなついにこの山を削り始めたじゃないかもう人間は俺様のことをちっとも怖くないらしいそんなことないさほらここに一人腰を抜かしているよさっきから雄太は にもたれかかって声も出せないでいたのだ「母さんたちが心配しているといけないから崖の上に戻してやるよちょっと目をつむってごらん」てんぐの言うとおりにすると体が浮いているような感じになり頭の中が回り始めた <noise> そして気がつくと2人はマンションの前に立っていた。 ののマンンションの裏どうなってるんだい崖になっていて危ないから母さんから言ってはいけないって言われてるんだけどなそうかじゃあここでキャッチボールでもやろうかータはいつになく素直だったミオはボールを投げながら天狗のことを思い出していた。